ゆく年来る年スペシャルトーク。さあ始まりました、ゆく年来る年スペシャルトーク。司会は TM レッド吉田です。どうもこんにちは、しんどん。そしてゴルゴ松本です。顔が命。さあこちらはですね、年末年始の競馬の楽しさを伝える番組でございます。今年も JRA と地方競馬のコラボレーション競馬プレミアムウィークが開催されています。一回ワクワクしますよね。何なんですかね、この年末って。我々は中央競馬を最初にやり始めたから、うん、有馬記念で終わりなのかなと思ったら、いやいやその後も、いやいやいや競馬ってあるんですよ。あるんですよ。大馬さんたちが一生懸命走る、ね、姿はまだまだ見れるんですよ。はい、といったわけで今日はですね、我々2人だと、はい、はっきり言って花がございます。ない、全くない、はい、花のあるお二方に、花がゲストに来てもらいました。まずは今や競馬番組のみならずバラエティ番組でも大活躍の細江純子さんです。純子さん、さあそして、自他ともに認める大の競馬好き、本業はアニソンシンガーの浅香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやすごいですよ、アジアにね咲く花ですからね、はい、浅香さん。浅香です。浅香さんね。浅香さん、はい。さあ皆さん盛り上がってるところすいません、はいはい、本日天の声で参加させていただきます村子でございます。村子さん、はい、よろしくお願いします。本日皆さんに語っていただきたいテーマをこちらでご用意いたしましたので、はい、そちらで皆さんに引き続き語っていただきたいなと思います。さあまずは2023年 JRA 地方競馬トピックス。イエーイ。さあということで今年も大いに盛り上がった競馬会を皆さんで振り返っていただきたいと思います、うん、はいはい、さあそれではこちらをご覧ください。いろんなことありましたからね、うん、あこれも2月のパンサラッサ、これは、ね、これはすごかったですよ、ね、明るいニュースでしたよ ね。さあこちらサウジカップで一着賞金が1000万ドルということです。すごいですよね。日本で G1 勝ってない馬なんだけど、うん、海外行って力を発揮するっていうね、うん、だから矢作厩舎で矢作先生のそういうねレース勝負感っていうのがやっぱすごいなっていう、はい、で輸送して力発揮できるっていうところがね、そうですね、やっぱすごいですよね。あとやっぱりその吉田豊さんのコンビのままでいけるっていうのもね、うん、はい、すごく私の2個上の先輩なんですけれども、うん、やっぱそのジョッキを長く続けてるっていうのもやっぱりいい馬に巡り合わないとね、うん、こうこうモチベーションだとかっていう部分もあるので、うんうん、すごくいい勝利だったなっていう。で地方馬は2月にスピーディーキックがこれがねエブラリステークスに出走、俺勝ったよ、勝った。ちょっとね前が直線壁になっちゃって、あれがなければもう少し着順上にあったんじゃないかっていう、うんね、で初めて のパドック内でもすごく我慢、ちょっとテンション高い子ですけどね、うんうん、ちゃんと我慢してて偉いなと思って見てましたね。さあそして4月にはですね、うん、JRA でございますが京都競馬場がグランドオープンしましたね。久々にね綺麗になりましたね、またね、うん、乗りやすくなったってね、ジョッキーの皆さん、なんかどこが変わったんですか、うん、あの4コーナーですね、あの特殊なラッチをすごくあの豊さんだとか和田くんが JRA の方々と話し合いながら、うん、ババの方とでそのババの方は町工場の人と話して、あの特殊なラッチを今まではちょっと色だったりとかでごまかしたりしたんですけど、やっぱそれじゃっていうので根本的にやっぱ角度を変えて、うん、そうしたことですごく危険がやっぱ少なくなって、馬にも人にも良くなったっていうのですごく今乗りやすくなったみたいです、そうなんですか。外に膨れやすい感じだったんですよね。で急にインをつくっていうでちょっとやっぱり、うん、接触もあったりとかっていうことがあったんですけど、それがすごくなくなって危険防止にもなると、はい、でしかも今回ってやっぱりコロナ禍だったんで、うんうんうん、その人のことに関してもあと戦争もあったんでその材料がやっぱ滞るところもあって、だから本当にこのグランドオープンって通常通りできるかどうかって言われてた中で、やっぱりちゃんとその通りにできたっていうところも大きかったみたいです ね、 すごいよね。さあこの愛称はね天庭にあるパーク京都競馬場でございます。ぜひですね皆さんも一度はね行ってみたい競馬場。行ってみたい、もう唯一行ったことない競馬場だからね。あそうですか。でも2025年に100年を迎えるんでその名前にされてるんですよね。そうかそうか、うん、その通りでございます。センテニアルは、はい、100年のとか100周年という意味でございますね。あそうなんですか。じゃあそれ超えたらまた名前変えるんですかね。200年ぐらいの時にまた変わるかもしれません。私なんかこう豊さんと喋ってて、あ私そこまでピンとこなかったんですけど、うん、パドックであることがちょっと違うんでそこがいいなって僕は思ったっていうあることは何か分かります。パドックではいきなりクイズが始まりましたね、あることで、うん、馬がいいっていうことですか。馬に対していい、いや違いますね。人あじゃあお客さんが
近くなったとは危険だもんな。パドックに入る時の何かですかね。地下馬道との、うん、いやもうパドックをパッと見た時に、あこれはいいなって思った、見た時に、お客さんが全員この段差で見やすくなった。いや、常に見たことあるんです。ゆたかさん、お酒好きだから、お酒。違う。あ、色か。もしかしたら地面の色。あ、分かった。歩いてると思ってる。実はエスカレーターになってた。違う。違う。動く歩道で。動く歩道で。違う。違いますね。あ、じゃあ正解は、はい、京都競馬場の京都がアルファベットじゃなくて漢字で書いてあるっていう。おお、そうなんだ、うん、これは、まあ、日本人らしいですよね。その伝統を重きを置く、うん、で100年っていう歴史っていう中で、うん、その京都競馬場、あえて漢字に京都競馬場って書いてあるんです、うん、それがいいなって思ったっておっしゃってました。あ、まあ、全部それにしてもいいよね。いや、阪神競馬場小倉とか全部漢字でね。これはちょっと覚えておいた方がいいですね。どっかのクイズ番組で出ますね。竹さんが言ってました、はい、さあ素晴らしいクイズありがとうございます、はい、さあそれでは10月ですね、リバティアイランドが牝馬三冠制覇というところでございまして、ディアリングタクト以来の三冠制覇となりました。いや、リバティも強かったですね。いや、いいよね、うん、ねえ、 JC2 着、いやいや負けて、強しみたいな世界一の馬にね負けてね、うんうん、そしてこちら注目していただきたいのが桜花賞からですね、うん、実施されておりますジョッキーカメラもですね、大人気だよね。はい、YouTube でも100万再生以上のですね、再生回数を誇っておりますんで、迫力がすごいですもん、やっぱ、うん、なんかジョッキー目線で自分が乗ってるような感覚になりますもんね、うん、細江さん的にはどうですか、ジョッキーを実際やられててですね、うんうん、あの臨場感っていうのは皆さんにお伝えできるっていうのは素晴らしい機会だと思うんですが、多分勉強にもなるんじゃないかなって、若い子たちの、うんうんうん、やっぱりルメールがどういうそのコーナリングの出し方をしてるかとかっていうのを、うんうんうん、やっぱりこうその自分が思ってるイメージとやっぱかなり違ったりするんですよね。乗ってる時でも、うん、自分はこう普通に出してるつもりでもやっぱ遠心力が働いて外に行ってしまうんで、ギリギリその前の馬の内側のお尻を見たぐらいでいいのかなとか、うんうんうん、まあ、そういう判断っていうのがこう視点的にそのいいジョッキーのあの形で見れるっていうのは勉強になりそうですよね、若い子たちの。あ、なるほど。あとね、俺ね、JRA さんも地方も絶対それ真似した方がいいと思うけど、何何、キュームインカメラ、勝った馬を迎える時とかさ、あ、負けちゃってどうやって迎えるのか、そこはドラマあるじゃん。確かに、うん、そっちの方が感情的に俺たちは見れると思うんだよ。確かにカメラマンさんが遠目にこう撮ってるみたいな、そういう映像はあるけれども、うん、もう迎え、勝って迎えてよくやった、そう、調教師さんの目線ではないもんね、うん、そうそうですね、キュームインさんカメラがあったら多分キュームインさんはすぐこう足元を見られる方が多いんじゃないかなとか、やっぱ視点が違うと思うんで、それぞれの立場でどういう視点で馬を見てるかっていうのは面白いかもしれない、ね、もうこれからも全員にだよ、うん、強い馬がいっぱい出てきましたよね、地方ね。そう、ミックファイヤーって強いですね、細井さんね。いや本当にあの強さと、あとやっぱり爪のことがあったんで、うん、その競馬場ではなくミッドウェイファームでチップのある販路のあるコースでやる、うんうん、で付きっきりで行くわけでしょ、うんうん、まあ、そのあたりのそのでこの馬の強さをその担当者の方が調教さんにおっしゃって、うん、そういった形に持っていったっていう、だからやっぱりこのなんていう馬が強いだけじゃなく、やっぱり巡り合った人たちがそのミックファイヤーを理解してちゃんと環境を変えて、うん、その中で歩んでいった勝利っていう部分の中ですごくあの素敵だなと思いましたね、うん、いやこのレースもすごかったね、させんのかっていうところでね、うん、届くのかっていうところでね、届くんです。これかっこいいよね。もう三河本騎手のガッツポーズがすごく印象的で、この多分あのレースに関してもやっぱり1コーナーの入り口までは多分理想的な形ではなかった中で、まあ、あと、うん、まあ、早かったからね、水戸の方がっていうのもあったんですけど、うんうんうん、やっぱ馬のポテンシャルの高さが際立ったレースでしたもん ね、 うん、今年地方ですと、うん、高知競馬から夢の炎三冠馬が出て、うんうんうん、あと門別からはビルペット、ね、三冠馬が今年 ね、 今年多いんですよね。あとそれこそ金沢競馬の賞がたっぷりとか、はい、あと今まだ無敗の名古屋競馬場にいる牝馬のセブンカラーズ、よく知ってるよね、うん、本当今年地方特に3歳世代はちょっと強いかもしれないので、ね、うん、なんかどういう風に中央に挑んでいくのかっていうのは見どころなのかな。全馬が行ってほしいよね、そう、一斉にチャレンジすることはね、もうどんどんチャレンジして、でまた戻って、
鍛えてまたなんかその図式をね、うん、欲しいよね。でも地方対中央っていう図式面白いじゃないですか、うん、だからそういう意味でやっぱり今年の東京大賞典ということになってきます。これからですよミックファイヤー、はいね、あえてチャンピオンズカップは輸送があってこの前にやっぱ盛岡でちょっとちょっとね輸送でね、うんうん、それをやっぱりすごくそこを慎重にしたっていうのもすごくいい方向にね、うんうん、結びつきそうですもんね。なるほど。地方 VS 中央でいきますと11月に行われた JBC、うん、JBC ね、スプリントでイグナイターが、そうなのよ、地方勢で勝つという南部杯で2着に来たところが、はい、あれも穴っぽかったもんね、うん、2着に来たの。それがまた笹尾選手が本当にうまく乗りましたよね。卒のない形のレース運びでしたもんね。砂入れ替えてやっぱりちょっとね、あそうだすね、砂入れ替えたら白いね、オーストラリアの砂でしたっけ。そうですそうです、あの紋別と同じでしょ。そう紋別と多いと、ね、紋別もいいんだよ、綺麗なんだよ。あと船橋も一緒ですね。あ船橋もちょっと重たくなるんですよ、深くなっちゃう。あとなんかキックバックを嫌がる馬も多かったりとか、ね、なんかそういうコメント出てたね、はい、そうそう前行った馬とかが残りやすくなったのかなっていうのは ねこの時見てて思いましたけど、イグナイター、いやでもイグナイターも強いですよやっぱ ね、うん、そうそう常にね交流戦とか出てきたりねしてましたからね、応援してた俺は。調整方法も素晴らしいってことなんでしょうね、うん、さあこちらのイグナイターは兵庫所属馬の初の JPN1、ね、素晴らしいイグナイター、あすごいすごい。さあそして10月11月はですねこのイクイノックス一色だったと言っても言い過ぎじゃないかと思います、うんうん、あなるほど。こちらジャパンカップでございます。世界のパンサラッサが今逃げてますよ。これあんじゃないかと思ったよ。これね、いやこれね 1000m 通過あと1秒遅らしてもよかったのよ。そっから行ったらね展開変わってましたね、うん、残り 100m でね。そうただ悔しいのが力尽きたっていうこのタイトルホルダーがパンサラッサを捕まえに行く形になってしまったというのが、うんうん、なかなかね。そうこれ見応えありましたよね。ただねタイトルホルダーも最後まで走ってますよ、粘り込むんですよ、ね、これイクイノックスなんだこれ、馬なりじゃねえかよ、強すぎるよ、強すぎるよ、この2、3着争い、ただ5着までこれがいいレースなのよ、俺はドーデュースから行ってはったよ。私も同じです、ドーデュースです。ドーデュースが3着に来てたら、トリガミ太郎になってたけど取ったんだよね。ただやっぱりこう注目したいのが休み明けで大外で頑張ったスターズオンアース。あ、そう、スターズオンアースが前にちゃんとつけて、そうなんですよね。だからリバティアイランドと俺はね、金量差はあるけど同じぐらいの力だなと思った。次のテーマに行かせていただいてよろしいでしょうか。いいですよ、はい、どうぞ行っちゃいましょう。さあ次のテーマはこれからが本番、年末年始の注目です。イエーイ。さあということでさらに熱気が高まる年末年始の競馬に目を向けていきたいと思います。いやただこんなにレースがあるんですね。そうそうそう、12月31日ももう目白押しじゃないですか。うそうなんですよ、朝香さんそう、ね、はい、競馬大好きでずっと競馬やられてますけど、はい、競馬やる時間とかあるんですかね年末年始。アーティストとして活動している以上やっぱこうカウントランライブとかって、うん、ちょっとこう、もう年末ね大晦日ド定番じゃないですか、はいはいはい、ただ夕方からそれを始めてしまうと私の 大切なコーチの高知県知事賞が31日できなくなってしまうんですよ。これはやっぱ大切なんだ。これは困ると、一応三冠馬で夢の炎が出るなんて言ってますね。あ夢の炎ね。なのであの開演時間をこのレースに被らないようにちょっとずらしていただきまして、ずらして仕事楽屋でこれを見た後にマイクを握って私は本業へ向かうという。面白い、あいいね。さあ皆さんには注目のレースをご覧いただいておりますが、はい、どのレースが気になるとかありますでしょうか。ではホープフルですやっぱまずは。去年なんかもう思いっきり荒れたでしょ。そうだからムルザバエフ騎手が結局2番手でペース落としてっていうところがあったんで、うん、だからそういう気分になればやっぱレモンポップが残って、あれが2着3着ドライレーデってそれもなんか感じてたのに。いやそうなんですよね、うん、弱い馬ではないですよね、乗り方によってはあそこに来るんですよね、うん、そうそうそう、それを去年の暮れに見てるんですよ我々は、うん、トップナイスコマンツで。そうホープフルはね意外と次の年以降の、うん、活躍する馬活躍しない馬が出てくるから、それね見極めない、いや2位はいいかもしれない。昨年はですね3連単246万6010円という大荒れで、まあ、ただですねドゥラエレーデもトップナイフもこのワンツーの馬が小馬との中距離戦線でも活躍するということで、そうさあこの人気なくてもやっぱ結果が出るとその後もやっぱり確かに追い続けなくちゃいけないかもしれません、まあ、でも問われるのがやっぱりその折り合い専念したい馬たちも多かったりするんで、やっぱああいう風に前行ってスローペースで落とされ
されて残るっていう展開もやっぱあるってことですもんね。で、まあ、今年もしかサウジ勝ったやつのアラビアカップ勝ったのゴンバデカーブスって、あれ強いんじゃない、あれ相当強いと思うんで、強いよね、あれが出れば相当なんか面白みあるんじゃない。これもう一回名前って覚えにくいから、ゴンバデカーブス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 、あのボンドガールとかを任した馬だよね。これしかも2戦目がもう初戦と違う内容で、うん、ここ無理で届かないだろうと思うところから差し切る内容だったんで、うん、いや相当な器な気がしますね。なるほど、もう一度言ってください、名前なんですよ。ゴンバデカーブス、はい、あとは何だろう、やっぱ東京大賞典ですね。これも絶対ビッグファイヤー出てくるでしょ、はい、ね、これはちょっと盛り上がりますね、うん、一番人気でしょ、いろんな交代があるの、どうなんですかね。いやでもあの川田騎手のテソーロも、あ、テソーロか、はい、もうだから有馬で負けた心の傷を癒してくれるのが大賞典ですから。そして、12月31日のこの朝香さんがおっしゃってました高知県知事賞って、高知競馬で唯一行われる 2400m の重賞がこちらでございます。これでも面白いよね、ターンが結構あるっていうのはなんとなくそれを得意とする馬がやっぱり有利だと思うんで、そう、コーナリングの出てきますよね。そう、速いだけではダメだってことです。高知競馬場って内深いの？外の方が深いの？もう高知競馬場は多分全国の競馬場の中でも一番砂が深くてパワーがいるって言われてるみたいなんで、それでそうなんだ、やっぱそれだけコーナーもあって2、4っていうとやっぱり相当力、そうだよね、パワーが持久力がいるっていう、距離ロスもそうだけど、ね、やっぱ内通った馬が強いんじゃないかな、これ。高知はいいですよね、なんかちょっと南国行った感じになりますよね。ちょっと違いますよね、街のね雰囲気もね、うん、道路の横にでっかいソテツのあれ何、そう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 、あのあれ、ヤシの木、ヤシの木ありますね、あるもんね、あるし、でやっぱりカツオの塩カツオとか美味しいですね、最高だよね、わら焼きでね、うん、酒も美味しいです。もうそして、2024年のスタートはですね帯広から、これやっぱ万栄だよ、万栄ダービー、このね、うん、時期によっちゃやっぱ雪も降ってるけどね、年によっちゃ、俺ら数年前、数年前中継で行きましたね、元旦に1月1日の1レースってやったんですよ、これ取ったんですよ、あ、すごい、1枠が来たんですよ、うん、で取ったんですけど、中継始まる前に俺2レース目も買ったんですよ、はい、で2レース目パドックもうでかい馬で、ね、もう800から1トンぐらいあるじゃないですか、そうですね、倍ありますね、でその馬たち見ててバーッとゲートの方に向かっていく時のあれあの馬いいなと思ったのが人気なかったんですよ、それを入れたんですよ、3連複で2万ついて、うわすごい、ゴルゴさん見る目がやっぱすごいですね、いやもう正月から20万円になって、あすごい、もうレッドさんにお小遣い受けやないやこうもらってないもらってないね、あげた全然もらってる覚えがあるけどね、はい、うん、ね、でもあの本当にあの朝の調教シーンとかこうあの雪に願うことって映画もありましたけど、うん、こう幻想的なんですよね、こう湯気がこう、ね、体から出てっていう、体も大きいし、なんか白いオーラがねまとってる感じしますよね、でね、あのサラブレッドの競争とは違って最後入るまでですもんね、そうなんですよ、声が全部、ね、入るまで、そう、あれ面白いですよね、万円は絶対ね見に行くべきだよね、そう、あれ第一障害と第二障害が、そうそうそう、待ってね、頑張って、待って待ってスーってね、でも上手いのはやっぱ阿部さん鈴木さんなんですよね、やっぱり上手いですよね、鈴木騎手はね、またリーディングね、ね、うん、やっぱり上手い、あと場合にも女子騎手で新人ですごい子いるよね、はい、ね、上手い騎手というね、今井さん、ちいちゃん、もう100勝してるもんね、はい、すごいな、100勝でした、で調教師の谷さんもいらっしゃいます、うん、さあ年末年始はこう万栄ダービーも年末にありますし、うん、年始には帯広記念というねビッグレースが待ってますので、うん、ぜひですね帯広も大注目でございます。行ったことない競馬場あります？あります、はい、あ園田ないですね、はい、あ園田ない、園田と佐賀がないですね、私園田と佐賀がない、うん、はい、僕は園田は行ったことあります、うん、豊さんとなんか馬券対決しましたね、はい、はい、で笠松がないです、あ笠松、本当に昭和を味わうなら笠松、あそう、ノスタルジックなら笠松、何も変わってない、何も変わってない、え、いいっすね、私中学生の頃にもうやっぱオグリキャップすごく憧れて、ね、うん、すごくその笠松行ってみたいと思って中学生の時に行ったり、その高校時代にちょっと住まわせてもらって馬世話させてもらいに行ったりしたんですけど、この前ちょっと言ってきた、何一つ変わってない、いいね、昭和がまだあんだ笠松には、もうびっくりしますよ、マジですか、さすがにトイレはあれです、洋式ですよね、いや多分ね穴スコップとか入ってない自分で埋めると思う、昭和以前だよ、いや本当にあの
昭和の映画撮るなら笠松競馬場だなっていうぐらい、またそれが 味があっていいなと思いますよ。笠松は岐阜ですよね。岐阜です。そう、みんな愛知と間違える方がいますけど、はい、 はい、岐阜です。あとね、そうですね、金沢。金沢ないです。あ、金沢ないの。金沢どんな感じなんですか。金沢はすごくあのお寿司をその場で握ってくれるお寿司屋さんがあるんですよ、玉寿司さんっていう。おお、競馬場の中に。中に。うわ、最高。上で食べながらもレースが見れるから。見れるし、このパックにもしてくださるんで、あの買ってその席で食べる。席で食べる。しかもそのいいじゃないですか。1000円ぐらいなんですよね、何缶か入って、8缶から10缶ぐらい入る。お、それ安い。イクラとかも入ってて。へえ。金沢寿司が有名だから。日本海のね、お魚が食べられるという。あら、まあ最高です。だからね、新幹線もつながったからね。いや、そうですよ。ね、あ、これはちょっと行ってみたいですね、来年ね。朝香さんは。いや、私も行ったことない競馬場なんか多いんですけど、逆に地元の名古屋競馬場とか、やっぱ新設されたから多分、はい、そうですね、綺麗だったよね、やとみの方になるね、うんうん、あと水沢とか。水沢ね、いいよ水沢。ジャンボ焼き鳥ね、いいよね。あそこ2回ぐらい行ったね、行った行った。私唯一水沢行ってないです。ない行ってないですね。え、何だろう、水が滴るようなのわかる。でもいいんですよね、やっぱそれぞれの競馬場でね、食べ物だったりとか ね、その土地のものだったりね、地産地消があってね、有名なものがあっていいですよね。佐賀だったり今ね、本当そうだよね、日田真中とくんもいらっしゃる。だって佐賀ってあれじゃない、2024年は JBC じゃない。来年 ね、 ね、そうです、そうです、行きたい、盛り上げたいよね。今も営業に入ってますね。もう前日前々日ぐらいからね、はい、ね。さあ、なんとですね、こちらもう番組のエンディングのお時間となってしまいました。早くないか。じゃあもう最後にですね、年末年始の競馬に向けて一言ずつ皆さんに、お言葉いただきましょう。まずは朝香さん、はい、お願いします。ダート3歳レベルは非常に高いと個人的には思っておりますので、じゃあ小馬になって、金量も変わって、その馬たちがどう、まあ、上の先輩たちと小馬でやり合っていくのかっていうところと、まあ、ダートもね、こう整備されて三冠競争っていうのがもうさらに強化された中で、例えばじゃあ芝が向かなかったからダートに変わってね、一変なんていう馬も多分登場してくるかと思いますので、いるでしょうね。そういったこう受け皿が大きくなって、どんどんダートが中央のみならず地方で盛り上がっていくなんていう未来がどんどん近づいてきてるんじゃないのかなと、楽しみで仕方がないですね。はい、さあ続きましてはゴルゴさん、はいはい、2023年もね、まだまだレースあるんですけども、私この2023年っていうのは馬券的には最低の年なんですね。あ、そうですよね、ここまで最低の年なんですね。まあ、まだまだありますので、年内のレースは来年2024辰年に向けての私は準備だと思ってますので、しっかりと蹴りをつけて来年に向かいたいと思います。はい、年男だもんね。そうそうそう、来年60だよ、立つぞ。違う、これは羊年、まだまだそうです、あと数年、はい、じゃあ最後は、はい、細井さんお願いします。私なんだろう、まあ例年通り、はい、例年通り。そうそう、細井さん忙しいでしょ。もうどこに行っちゃう、細井さんに会えます。年末年始そっか、ポープフルの日は中山競馬場、中山競馬場、大商店の時はフジテレビにいるんで、そうですね、はい、番組放送が決まりましたね。まあまあ私はいつも通りいつも通り、順子はいつも通りだと思いますね。うん、まあそうですよね、365日終わってもまたそうだ、元旦から始まりますからね。変わるってことないもんね。変わることないですからね、ずっと順子だからね。はい、はい、いろんな楽しみがね、この年末年始ありますけれども、ね、はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして天の声村子くん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで年末年始は JRA と地方競馬でたっぷりと競馬を楽しみましょう。それではさよなら。